チェルシーホテルは1883年にニューヨークシマンハッタン区チェルシー地区に建設されたホテル。著名な芸術家や音楽家、作家が好んで滞在することで有名。7番街と8番街の間、西23丁目222番に所在する。かつてはホテルには一般客も宿泊できたが長期滞在者向けとして知られていた。現在はポリシーの変更によって、 長期滞在は受け付けておらず、かつてからの長期滞在者以外は一般の宿泊ホテルとなっている。全250ユニットである。1966年にはニューヨーク市歴史建造物に、1977年にはアメリカ合衆国国家歴史登録財に登録された。チェルシーホテルには数々の著名な作家、ミュージシャン、アーティストや俳優が居住してきた。 例えば、ボブ・ディラン、バージル・トムソン、EN、ブリギット・ベルリン、EN、ブレンダン・ベハン、サム・シェパード、チャールズ・ブコースキー、ジャニス・ジョプリン、トム・ウェイツ、レナード・コーエン、パティ・スミス、イギー・ポップ、ビバ、ギャビー・ホフマン、EN、ジム・キャロル、ジョブライアス、EN、ラリー・リバーズらがこのホテルで生活した。アーサー・シー・クラークは、 小説2001年宇宙の旅をこのホテルに滞在中に執筆した。アレン・ギンズバーグ及びグレゴリー・コーソはこのホテルで哲学及び芸術の交流を行っていた。また、作家のディラン・トマスはこのホテルで肺炎により1953年11月9日に亡くなった。セックス・ピストルズのシド・ビシャスのガールフレンドである。 ナンシー・スパンゲンはこのホテルで視察されているのが1978年10月12日に発見された。アーサー・アミラーはタンペンザ・チェルシー・アフェクトで1960年代初頭のこのホテルでの生活を記した。ありがとうございます。